代後期から、明治時代の大名、家族。薩摩藩十二代藩主で、島津市二十九代当主。以下君党、爵位は、十一位、久美党候尺幼名は宗之助。通称は又次郎。元服後の署名は忠則だ,だったが、藩主在任中は茂久を名乗る。なお、忠義は、維新後の慶応4年1月16日に改名した。 意味なである。秋人上皇の曽祖,祖父、金城天皇や、秋篠宮文人新皇の皇祖父にあたる。島津氏文家の重不家当主、島津忠孝の長男として生まれる。おじ、成明の養子子となり、安政五年の成明没後、その遺言により後を継ぐこととなった。遺言では、成明の子、明丸が、幼少のために、仮養子という形だったが、 ほどなくして、安政6年1月2日に、諦丸は死去した。しかし、反省の実験は、当初祖父の成り置きついで後見人となった父、久光や西郷隆盛、大久保と道らに掌握され、忠則自身は、弱年ということもあり、主体性を発揮することはなかった。安政五年十二月十八日に就法し、修理大部に任じられる。また、 江戸幕府第14代将軍、徳川家持から返旗を授かって、島津重久と改名した。安政6年2月、14位た左小野江少将に助任される。15代将軍、徳川吉信が、大政奉還した後、西郷隆盛、大久保利道、小松立脇の進言を入れ、薩摩藩平三千を率いて上落した。 そして、王政復古の大号令に貢献し、議定に任ぜられて、正午初会議に参席した。吉信が発した盗撮の表において厳しく、求断されるが、賭場、伏見の戦いでは、薩長軍が大勝利を収めた。この直後、海陸軍総督に任命されるが、西号の進言に従い1日で辞任している。明治新語は、長州、土佐。 比前の三藩と協力して藩籍奉還を進んで行う。その後、なお中義と改め薩摩藩知事となるが、実質的な反省は西郷に任せていたと言われている。明治4年の廃藩治験後は公爵となった。同年5月17日には邪行か西郷に任じられた。以後、政府の命により東京に在住する。 西南戦争時も東京に泊まり、ほぼ関わらなかった。明治17年に、鹿児島県令、渡辺千秋に、増資管再建の癌を提出する。同年6月には、鹿児島県立中学増資管創立委員会が、発足、自らは、基金44,621円と、年々9,400円ずつの定額基金を、県庁に委託、同年12月に、 鹿児島県立中学蔵資館が設立された。明治21年に政府の許可を受け、鹿児島に帰居した。明治23年2月、帝国議会開設に伴い貴族院公釈議員となる。明治30年12月28日、58歳で鹿児島市にて公居。同日交付された51位、久民党公釈。 島津忠義国葬の件により、国葬が取り行われることとなり、葬儀係長には、数三古門館の河村住吉伯爵が任命された。没後、区民当局実当課大受賞を授与された。翌年1月9日に国葬が行われた。直死として、自重東園支援気合死釈が派遣され、以下の天皇の直後を伝達した。朝夜に中高の交友を、 三四角砲伊佐の非伊佐をそうす志公室に、ありし公列公に、ゆゆ中性揺らすとく持ちますます、高志氏今やこう思うお文句かつ素心、痛みに小変特に自信を剣し風を制しもって長位、せしむ、明治天皇墓所は、先代、成明までの当主や、父、久光は、菩提寺だった、旧副将寺席だが、中義以降は寺跡の西側の裏山、上安本にあり、 双方とも章子修正官が管理している。テルクニ神社丹小園には忠義の銅像が立っている。第二次世界大戦中に金属教室されたが戦後再建された。島津成明が撮影したと言われる娘たちの写真。中央が忠義の正室となる後右が形室となる安子。左は忠義の弟、渦彦の室となるの子。ありがとうございます。